ラグライ族の住居ラグライ族、ラグライ、アールエーグリ、または、ロクライ族、ラックラー遺族、モイ族、ベトナム語、にアールエーグリは、ベトナムの少数民族。ラグライは、ベトナム政府による交渉だが、民族の自称はラドライである。ラグライ族は、人種的には、プロトマレー系とされ、ラグライ族の言語である。ラグライ語は、オーストロネシア語族に属する。主に、 ベトナム中部のカインホア省とニントゥアン省の山地部に居住するが、さらに西のラムドン章、南のビントゥアン章にも一部が居住している。なお、かつてラグライ族の一部とされていたビントゥアン章のラクライ族はラグライ族とは別の民族とされている。ラグライ族はチャンパ王国を建てたチャム族との言語的、文化的な関係が強く、チャム族の伝承では15世紀の半ばに チャンパ王国の分家である、パッティヌンチャム王フを開いたポーカテイトの子孫が、現在のラグライ族とも言われている。伝統的に移動焼畑農業を制御として、ダラッドなど北の産地で高地を求めて南下していたが、皇室戦争以後は戦火を逃れるための移動を繰り返し、戦争の終結と1976年の産地民族提供政策、1985年の土地法の施行によって、 多くのラグライ族は平地に居住するようになった。ラグライ族は、母系社会であり、母系氏族外婚制や、母系末娘相続などの規則がある。かつては、ラグライ人は、息子には、父の、娘には、母の名に近い音韻を踏んだ名をつける、独自の命名慣行を持っていたが、皇室戦争以来の金属との協力関係により、軍事上の必要から、母系氏族のせいに、 金属風の名を採用するようになった。また、かつては禁じられていた遺族間の結婚をする者も,も増えている。ナグラ遺族は、ヤンという神々が集まる、心霊世界観を持ち、動物釘とビジャウと呼ばれるシャーマンによる儀礼を行っている。シャーマニズムによる信仰体系は政府によって公式には禁止されていたが、ドイモイによる自由化によって伝統的な儀礼は、 再活性化している。ありがとうございます。